こんにちは、速稼地獄です。あなたは喫煙されてますか？あなたは飲酒されてますか？実は喫煙と飲酒にとどまらずなんですけども、およそこのね、中毒性のあるものっていうのは仕掛けられてるんですよね。まあパチンコやギャンブルもそうですね。これは国民から搾取するためにいろんなね、あの手この手で仕掛けられてる、そういうふうなね、話があります。私もこれね、なかなか納得できる話だなと思うんですよ。というのが、タバコって民間業者が販売することはできないんですよ。で、お酒ってのもね、かなり法律に規制されてるんですよね。酒の販売免許っていうのもありましたしね。お酒っていうのは、なぜか知らないけども、年齢で制限されているものがあります。アルコール度数っていうのも、何なんでしょうかね。強力なものと軽いものとかありますけども、お酒に関しては、多くの方が晩酌っていう習慣ありますよね。これについて、何ら害がないと思ってますけども、しかしアルコールのダメージっていうのはね、かなり強烈なんですよ。多くの方が気づいてませんけども、でも完全に私たちの体を蝕んでるのが飲酒と喫煙、この2つなんですよね。というのがね、薬が効きにくいっていうのも、これは基礎的な注力が低下させられてるんですよ。ですんで薬がたくさん売れるんですよね。タバコ、お酒を取ることによって体が治りにくくなっている。自然注力がかなり低下している。そこにいろんな薬や処方、もしくはね、お医者さんの処置をしますけども、回復にものすごく時間がかかるんで、結局治すのにもお金を回収されるんですよ。で、体にダメージを与えるのにお金を払って、体のダメージを取り除くのにお金を払ってということで、まあ、二重三重に搾取されるのがこの仕組みなんですよ。その他にも立ちが悪いのはですね、まあ、末期がんの話で吉田さんが言われてましたけども、確かに末期がんになってからいろんな処置をしても遅いってことがありますけども、実はね、喫煙とか飲酒によって蝕まれた体ももうね、治癒が遅くなるってこともあります。で、すごくね、残念な話で怖いんですけども、取り返しがつかないってこともありますよね。これはね、何が取り返しがつかないかっていうと、精神的に取り返しがつかなくなってくるんですよ。例えばタバコ、今さらやめてもねっていうね、自己正当化が働くんですよ。飲酒、いやいや、このお酒があるから頑張れるんだみたいな自己正当化が始まるんですけども、いや、タバコもお酒もやらない私のような人間でも別に根性は出るわけですよ。しかも飲酒や喫煙をしている人以上のパフォーマンスを出したりするんですよ。まあ、ですんで、自分の頭脳をどのように洗脳していくかですよね。もちろんお酒があるから頑張れるって洗脳をそのまま続けるのもいいと思いますし、この一本がね、やめられないわみたいな感じで踏ん張れるのもあるでしょうけども、でもね、少なくとも人生を変えようとしたい、ビジネスで成功しようと思うんだったら、ビジネスだけ一生懸命やるんじゃなくて、生活全部を見直す必要があると思うんですよ。生活っていう基盤から打ち出されるビジネスというミサイルが遠くに飛ぶか飛ばないか、土台の問題だと思うんですよね。まあ、もちろんいろんな解釈がありまして、今回はね、喫煙者の方とか飲酒されてる方を責めるためにやってるわけじゃないんですよ。でもタバコを吸う間とかお酒を飲む間ってビジネスできますかね？少なくともパフォーマンス落ちると思うんですよ。ということは、ビジネス成功してない間だけでも、ちょっとね、おタバコを控えてみるとか、お酒を控えてみるとかっていうのにちょっとね、考えを巡らしたらいかがかなと思います。今回お話ししたいのはね、稼げない人の、稼げない薬ですか、バカにつける薬じゃないんですよ。でも稼げないと思ってる人がちょっと気づいてほしい人を気づいてほしいポイントをね、何点か申し上げますんで、思いをね、巡らせていただければと思います。稼げない人はね、とにかくね、使うんですよ、何かを、お金をよく使うかもしれないですね。稼げない人っていうのはお金を使います。お金じゃなかったら時間を使います。時間じゃなかったら体力を使います。この使うっていうのはただ使うんじゃなくて、浪費っていう意味の使うなんですよ。お金を効果のないものに使うんですよ。要するに使ったら終わりみたいなね、使った金額の回収を考えてないんですよ。だから稼げないですよね。私や吉田さんって、例えばマイクを買いました、機材を買いました、 iPhone 買いました、絶対に回収しようと思うんですよ。どうやって？ YouTube で発信します。開封動画とかね、やると思いますし、レビューもやると思いますし、その買ったものをネタに何かやるんですよ。ですんで回収は少しでもやりますね。ゼロ回収ってことはほぼないです。で、次、捨てないですね。稼げてない人って捨てないんですよ。いつか使えると思って取っておくっていうのが結構あって、それがいわゆる整理整頓の邪魔をするんですよ、ね、だからいらないと思ったものは捨てる。いや、むしろ決別して、もうこれは使わないんだっていうふうに決断することによって、使うものだけを身の回りに置いておくっていう形です。そうすると使うものばかりが身の回りにありますから、使いこなせるんですよ。
でも使わないものが身の回りにあると、使わないものが邪魔で使うべきものに気づかなかったり、使うべきものを探すのに手間がかかったりとかしてロスしちゃうんですよね、うん、そういうところがあります。あとね、稼げない人って買えないんですよね。同じことずっとやるんですよ。いや、むしろやらないことをずっとやってます。やらないことをやるってのは変ですけども、何もしないっていう行動をしてるんですよ。これでは稼げないですね。だからやっぱりね、変えていかないといけない。これは効果がないな、これはダメだな、これは向かう方向違ったなと思ったら瞬時に変えていくってことが必要なんですよ。この変えるってことがなかなかね難しいんですよね。例えば商売を変える、ビジネスを変える、そういうのはあると思います。今の職場で稼げないと思ったら職場変えるしかないじゃないですか。でもその職場を維持しながら空いた時間で副業なんてやってるから、ずっと空いた時間ができないんですよ、うん、そもそもね、人を使う仕事っていうのはその人の余裕の時間を作らせないように、考えさせないように、そういう風にしてるんですよ。これ経営者の大部分が思ってると思いますけども、他の環境を知らない方が自分の会社でうまく使えるんですよ、その人で。しまいにはね、もう今頃辞めてもよそで取ってくれるとこないよ、お前何歳みたいな圧力を感じるんですよね。思ったことないですか？いつの間にか30過ぎた、40過ぎた、今更転職してこの会社をほっぽり出されても行くとこない、だからこの会社にしがみついてよっていう風なバイアスに支配されてませんか？でもそもそも今いる会社で有能なんだったら他の会社でも引っ張りだこですよ。だからそういう風なね、パラドックスに気づいていくためには変えるってことをやらないといけないかなと思います。次はね、辞めないってことなんですよ。稼げない人って辞めないんですよね。だからね、一つのことを凡事徹底で辞めないっていうのとは違いますよ。いわゆるね、くだらない習慣を辞めないんですよ。やっちゃいけないことを辞めないんですよ。これがないと自分らしくないとか言って辞めないんですよ。いや、辞めないと。少なくとも自分のことを変えようと思うんだったら、今までやってきたことを辞めて、今までやらなかったことを始めるしかないんですよね。じゃないと新しい人生始まんないんですよね。じゃないですかね。今までと同じことをやっていたら、それは今までと同じ結果が出続けるんですよ。今までと違うことをやるから、今までと違う結果に近づいていくんですよ、うん、それからね、始めないってことがありますよね。稼げない人はとにかく始めません。いつまで経ってもやります、やります、今水面下でやってます、今考えてるんです、準備してます、やらないんですよ。あのね、やること、行動することが唯一の準備ですよ。そして最大の準備です。あの水面下とかどうでもいいんですよ。誰の水面下なんですか一体。これはあなたに向けて言ってるんですよ。この見てるでしょ、水面下でやってます、この言葉ね、もう聞き飽きましたよ。水面下でやって何年なんだって話ですよ。大体どこの水面だって。私たちは水の上で生きてるんだから水面下はないんですよ。窒息しますわって感じですよね。はい、ということですね。最後、払わないですね。とにかく稼げない人ってお金払わないんですよ。なんか払いしぶるんですよ。そんな人が信頼関係築けると思わないんですよね。商売ってのは確かになるべく支出を減らしてなるべく多くの売り上げを上げることです。でもだからといって払わないってことにはならないんですよ。これね、なるべく払う分を減らしてっていうのは相対的にって意味だと捉えた方がいいです。例えばね、100万円の売り上げを求めるのに10万円払ってました。でもその10万円の払いが20万円になってもいいんですよ。売り上げが200万300万になるんだったら、その払ってた分の10万を5万にして売り上げが100万が80万になるんだったら、支払いが減っても全く意味がないんですよね。さらに立ちが悪いのは、5万10万払ってるのに売上の100万を目指してないってところですよね。これ今回の稼げない人の特徴で最初の方に言いましたよね。あの、お金使わないんですよね。お金使わないんですよ。お金使わずに稼げないのに使わないんですよ。お金を使った方が稼ぐ可能性が広がります。お金は使い方がやっぱりね、大事なんですよ。稼ぎ方も大事なんですけども、何に使うかっていうのは非常に大事なんですよね。消えるものに使うのか、それともストックに使うのか、自分の能力に使うのか、それとも時間を短縮するために使うのか、ただ使うのか、使いました、食べました、なくなりました、終わりではないんですよ。もちろん食べるってことは必要ですけどね。でも本当にそれ必要ですか？その一杯のビール必要ですか？その一本のタバコ必要ですか？いや、なくてもやっていけるんじゃないかなということで、だんだん変わっていくんですよ。繰り返しますけども、タバコ吸ってる人とかね、お酒を飲んでる人を責めてるわけじゃないんですよ。例えばの例で出させてもらいましたからね。だから中にはアイドルの DVD かもしれませんし、もしかしたら中にはね、サプリメントの一瓶かもしれません。それなくてもなんとかなるんだったら、ちょっと変えてみませんかってこと、そこら辺からなんですよ。まあもちろんね、無駄なものも人生には必要ですから、
無駄も手にしていただきたいんですけども、今自分がそこに手をかけられる余裕があるのかってことも感じていかないと、考えていかないと、それこそ変わっていかないんじゃないかなと思います。本当に私はよく言うんですけども、ビジネスで成功しようと思うんだったら、まずは優先順位をビジネスに一番に置くと。でそこにはもう例えばね、家族とか彼女も2番以下にしないといけないんですよ。これ瞬間的にですよ、ずっとじゃないですよ、永遠じゃない。だから3ヶ月なら3ヶ月ビジネスに徹底的に集中するんだっていうふうに決めて、決めれるんだったら周りの人にそれを話すんですよ。家族に3ヶ月はすまんと、単身赴任だと思ってくれと。その代わり心を尽くしてビジネスをやった後、成功して3ヶ月後にね帰ってくるから、ちょっとそれ協力してないかっていうふうに周りの人にも足場を固めてもらうっていうことはどうですかね。もちろん一人暮らしだったらそんなことする必要がありませんけども、家族を抱えてなかなか上手にビジネスの時間ができないっていうふうなね、泣き言を言う人、そんなこといくら言ってもあなたの人生変わらない、あなたの収入変わらないんですよ。私のアドバイスとしては、家族に話して家族に協力してもらってくださいと。そうするとね、一人でやるときよりも家族の協力があるんで、なんかね数倍のエネルギー出るっていうふうに考え方変わるでしょ。だからね、奥さんにもお子さんにもちょっと3ヶ月ね本気でビジネスやって、これからの家族のため、将来のためにちょっと金が絶対いるから、だから3ヶ月ちょっとね自分はビジネスに徹底的にやらせてくれと。そしてビジネスで一山当てたら恩返しに来るということで、周りの人に協力してもらうんですよ。その周りの人、家族の信頼が得れないビジネスに先はないと思いますね。ということでちょっとね厳しいことを申し上げましたけども、そのぐらいのことでやればいいんじゃないかなと。じゃあお前はどうなんだって言われた時に、私の場合ははい、ビジネスで一山当てるまで独身でしたし、全てのことは諦めました。全てのことは中途半端でした。中途半端でもしょうがないと思ったんですよ。全部置き去りにしていて、そのうちに40歳になっちゃいました。だから40歳からなんですよ、全て始めたのは。40歳からまた今までのビジネスとかをこうね捨ててね、インターネットの世界に入って、それこそインターネットビジネスやりすぎたんで麻雀店は潰れましたよ。最後の社員も去っていきましたよね。で40歳から始めたネットビジネスで、なんとか今までのものはなくなったけども、新しい世界、40歳から1歳ですよ。だから私は40歳から自分の人生が1歳2歳と始まった形なんで、今8歳みたいな感じですね。でビジネスらしいビジネスを始めて8年目に今隠居になってますし、その途中で、まあ、家族もできましたしね。だから40歳になるまでは全く縁もゆかりもなかった人ですよ、今私の家族になってる人は。奥さんもそうですけど、本当全て40歳過ぎてから今構築したんですよね。目に見えてるもの全てです。着てるものもそうです、食べてるものもそうです。40歳以降から全て手に入れました。それまでは負債しかなかったんでね。まあ私が言えるのはこんな形ですけども、私の経験がこうだからみんなそうだよっていうわけじゃないんですよ。少なくともこういった40まで何も手にしてこなかった私が40歳から初めてこうなった話に共感してるあなただから、同じようなルートが引ける可能性が高いってことなんですよ。まあ気が合うってことですよね。まあ、実際吉谷さんとも気が合いますけども、吉谷さんも自由手にしてるでしょ。だから私と吉谷さんの間に挟まれた視聴者のあなたがこの2人の気の中に入ってないわけないんですよ。だから何が足りないかっていうと、今日いろいろ話しましたけどもね、始めないんですよ。やめないし始まらないんですよ、だからその辺ですね。ちょっとどんなこと言ってたか、何だったかなっていう方はもう一回この動画を見てくださいね。そうすると2度目に聞いたときは、あ、これこれこれって分かりますから。ということで本日は以上でございます。本日4月10日ですね。今日は町内会があるな。はい、すでに私町内会長ではありませんけども、相談役としてあと1年ね任期を全うしたいと思います。いってらっしゃい。